はようちゃん。どうよ、ゲルバーだよ、ゲルバー。あの野郎、これゲルバーが34か33ぐらいの時じゃねえか。ランナーありがとう。うん、サトルちゃん、おはようです。いつもありがとう。ボイス、ああ飲んでるよ今。さっき俺さ、ゲルゲの枠やってたのを気がついてコラボに上がったんだよ。でゲルゲ途中で音がなくなって、あれ寝たのかな、わかんないけど、聞いてたやついるかどうかわかんないけど、で俺も落ちちゃって、そしたら傍若が裏で開けてたから、そっちのを録画を見てなんかグズ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 言うて、ああごめんね。だってやめるって言ってたのに、みんながさ、そのゲルゲの枠で傍若やってるぜって言ってるから、何をまたポンプかよって思ってたの俺は。ああ藤井だ、いつもありがとう。いやいやいや、2枠今日やってるよ、録画残ってるよ。未知数見に行ってみ、2枠録画残ってるよ。いやいや、またかとかさ、いやいや、それもだから俺もさ、いいんだけど、2時間とかの枠を2つぐらいやってるよ、もう。だ俺は別にいいんだけど、だからやめるとか休止とか、もうめんどくせえじゃん。うん。いや、見に行ってこいよ。たっぷりやってますね。で、べっこりやってるよ。たっぷりって言わないで、べっこりって言って。おい、傍若。傍ちゃん。傍ちゃん。傍ちゃん。焼き餅、焼き。匿名ありがとう。まーの。決まった、アザースビクトリー、これやろ、ロングフラットボード行ったよ、これやろ、アザースロングブレス行ったろ。ゴムタ、いつもありがとう。ちょっと特命ちゃん、そこそこ行って、あのロングビブ行ったろ。初見いらっしゃい。チャイマか、チャイマって読んでいいのかな。うん、ロング聞き逃しました。あのさ、これ2回やらせんのやめろよ、もうよ、そういうよ、あの地獄の特訓みたいなのやめて、ほんとゴム、相変わらずいい声ですね。これはお礼です。じゃあ分かったよ。ゴムタが聞いてねえから。フラットバードナムルー、決まった。アドちゃん聞いてんのかい。鳥ちゃんありがとう。バード。鳥ちゃんの場合はフルでやらないから。鳥ちゃんありがとう。
優しく決まった、あざーす。イエーイ。ビクトリーやらないから、トリちゃんには。朝から元気だ。おい、ベン、俺関係のが夜中から元気なのが2匹いたろ。あいつらのおかげで俺寝不足なんだけど。なあ、おめえらもそこ見てたろ。なあ、おい、軽く見てたけ、軽いのかよ。もうよ、やめれや、もう。やめたんじゃねえのかよ、配信しばらくよ。で、片やよ、いきなりまた枠開けてよ。おいおいおい。で、俺、じゃあ、コラボ、もう俺、キーボード打つのめんどくせえから、上がっていいかっつったら上がってこいよって言ったら、しまいには寝ちゃってんのかなんか知んねえけど、次は、ウェリナに登場ってか、いや来ねえ、あいつは。キャスガはうなちゃんマン本人で、どれ、わかんないけど、ああ昔のね。うん、おいババア、聞いてんだろ、早くタバコをワンカット買って持ってこいよ、この野郎。そうかよ、文句てめえ、サンタッパリ言ってたろ、全部俺ロムって切ってんだからな、こんな野郎。ババア、クソがよ、おい、ビタさんに久しぶりだな。おはよう、ちゃんまん。おい、ババア、早くタクシー乗ってこいよ、この野郎。タバコと、タンで買ってこいや。こら。やろな、配信っつうのは面白いか面白くないからかな。プライベートはまた別だけどな。ああ、みやびいらっしゃい。うん、復縁するなら裏ナンバーか北新地で店店舗貸すで。誰とよ。おじさんはそんな仕事をできる人間じゃないんでダメです。それはビッターはゲルゲに聞いてみて、うん、あのさ、そういうタイプじゃないよって言われると思う。 SI ありがとう、マードハーフ決まった、あざーす。だからビッターはゲルギに聞いてみていい。俺に言ったって大衆酒場行ってみたかったな。だからみんなね、俺さ、あの店をさ、少なくとも何年やってた？やってたって言っても開けたり閉めたりで、トータルで言ったら6年ぐらいはやってたわけよ。だ、行ってみたかったなっていうのは、もうお前らさ、それ言い訳なんだよ、マジで。この前のその頃未成年でした。 SI ありがとう、 KM ありがとう、さ、そういうさ、ペンちゃんもありがとう。だからなんかお前らさ、女関係とか好きだね。おい、傍若この野郎、聞いてんだろ。ほら、てめえよ、さんざっぱらよ。なんだよ、さっきの枠よ、録画残してよ。この野郎、舐めてんのか、この野郎。お前、やめたんじゃねえのかよ。おい、おい、みんな言ってやれ。あいつ、やめたんじゃねえの？ちょっと水俺取ってくる。あ、水取ってきて、そんなよ、しっこと水取ってくるから待ってて。ちょいちょい、あいつみてえに2分もかかんねえからよろしく。じゃねえかよ、バカ。
止まってるじゃねえか。いいね。ああ。もう。ダンス。ダンス、ダンス、ダンス。ちょっと音うるさいのに我慢して。ゲルゲと復縁できたやつ？いや、できてねえよ。うん。あいつ、俺とは仲良くしないらしいよ。まあまあ、ゲルゲは、コラボに今日上がったけど、なんか俺とは仲良くしないみたいなんで、うん、どうせ昔のこのゲルゲよりはブサイクになってると思うんで、あ、うん、だから動画で配信できねえんだろうな。クソブスになってんじゃねえの。あ、うん、へえ。いや、わかんねえよ。だって動画やんねえんだもん。うん、そこはね、俺はね、なんで、昔はさ、映像だったじゃん。なあ。なのに、ずっとラジオになってるから、だから、自分が見てくれが悪くなってんじゃねえのかな。そこ行くとよ、傍若なんかは、あいついつもすっぴんじゃん。これガチでね、俺いつも思うんだけど、あいつはね、いつもね、化粧しねえんだよ。だからそこは、うん。そこが俺の中では、口は悪いけどな。まあ俺に対する態度も悪いけど、あの野郎はよ、生意気なんだけどよ。おい、傍若、聞いた。俺だってよ、一応頭きてんだからな。何がおめえ、茶碗の角こすってよ、おめえ。うん、殺すだろ、なんだのよ。わけのわかんないこと言ってんじゃねえ。ババや。てめえよ。今からよ、タクシー乗ってこいよ、この野郎。なら、なおやれしゃい。謝る、この野郎。ありがとうございましたでもいいよ。コメントで。そのババアが大好きですもんね。スネ夫、おやす。で、まあまあ、じゃあ聞いてなかったらいいや。まあ。まあまあ、今日はね。まあじゃあ、これで。例えば20、まあ30分で上がるというか、聞かったら、うん、ああ、もうそういうことで、みたいな、あんま聞いてねえな、寝てるな、こうじゃいらっしゃい。あきら、またですか？はい、さよなら。もう NG はね、解除はしないんで、ふざけたこと言ってんじゃねえ。もうね、傍若が俺の家に来ることはないから、俺の携帯から全解除はないからね。なめんなよ、ほんとお前ら。ゲルゲな、眠そうだったよな。俺、あ、ココちゃん聞いてたん？俺がコラボ上がってたの。俺、音声がよ、ゲルゲ音出なくなったから、もう俺終わっちゃったんだよ。聞いてた？フレ、ゲルゲ枠やってて、俺キーボードで打つのもうめんどくさくなって、上がっていいって打ったの。と、おいちゃん上がっていいよって言われたから、上がったのよ。そうだから、おいちゃん、俺ほら酔っ払うとさ、最初はキーボードで打ってたのよ。おどーすとか言って、手のひら返し、なんの
何の手のひら返しですか、海さん。どうかな。まあいいよ。まあゲル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 で楽しくやってりゃいい。まあとにかくゲルゲはいつも綺麗な可愛いお嬢さんだからな。見てくれは綺麗だぜ。多分俺は5年ぐらいは会ってねえけど、間違いなく未だに、うん、ああもう飲まない。だってゲルグが昨日の夜の予定があって、あいつキャンセルしやがったから、ああそっかと思って、あのツバーニャンと3杯目ヒカルと他のみんなと配信者同士で予定組んでたんだけど、深夜っちょとな、じゃあみんなでって言ったんだけど、それで本人が来ない、ゲルグが来ない、ああツバニャンも来ない、ああ深夜っちょも来ないで、なんだ深夜町も来ないで、3杯目は一人ぼっちになっちゃったって。俺行かねえよって、ゲイゲイが来ねえんだったら俺行かねえからって。あのコートのサイズ合ってんのかっこいいだろ、あれあれ M だから。ゲイゲイをその気にさせてバカ言ってんじゃねえよ。よくよく考えてみ、俺は未知数嫌いじゃないわけよ、うん、もうお前らに恋愛論を語るのはもうお前ら童貞か、おいチンコマンコバカなのかなって思っちゃう俺マジで。鶴とコラボしてたね。よー鶴の神、俺となんか別に揉め事なんかもうやる気なんか全くないんじゃない、うん、おとなしくやってるんじゃないのかな、知らねえ、俺別に気にもしてねえし、だから匿名コメントおめえみてえなのが煽るだけだよ。お疲れさん、頑張ってくださいよ、ヒッ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 ヒ、ごちそうさま。どうよ、まるで聞いてない。そうだよゲルゲ、これあれだよな、やった、ムカついたから、あの野郎文句言っていい、一言、あいつ出ねえかな、この野郎ババア、お前よ、会った時に懇願すれば会わねえよ。おい、寝てんの？あ、寝てたのか。ごめん。なあ、いいよ。寝てたんだったらごめん。あ？どうした？なあ、これおめえ、やめるとか言ってて、また二枠録画残ってっからよ、何やってんだと思ったから。なんでよ。ババアって言うな、お前より年下なんだから、少なくとも。ダメやろ、そういう一方的に絡んでくる精神病ババア認定で、なりました。ゲルちゃんはね。はい。まあ、俺は別にそうは思ってねえけど、俺よ。いや、俺は知らねえよ。もう好きにすりゃいいに。好きにすりゃいいんじゃねえかなと思ってるけど、佐野さんどっちかにしないと、俺がどっちかにしないと、どっちだと思う？そうそう、傍若だよ今のは。うん、最初、あ、俺ゲリゲリに
の番号を知らないから。ごめんごめん。あいつ俺のは着拒してるから、わかんない。ごめんなさい。そう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 。ちょっと待って、兵していい？ああ、兵出た。クソやら。おい、傍若よ、お前、俺の放送聞いてんだから、黙って、コメント打てよ。暇なんだろ、夜中によ。夜中ってか、昼間な。うん、最近、阿弥陀ババアに行きましたよ。誰が？俺が？ミコ、ありがとう。どうです。それは知らねえ。うん。もう、傍若が、もう俺の家に来なくなってるから、どん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 酒が濃くなってるんですけど、おっちゃん、ちゃんとしてね。飲んだっていいんだよ。うっせえな。あ、傍若が。もう介護だよ。ふざけて言ってんじゃねえよ。おい。だって介護って言ってもう一回かけてみようか。あんばば、もう一回ぐらいは出るだろ。あいつは LINE、多分出ると思う。なんだよ、あのよって。アンチはよって。おは、なんでさっき切ったの？あ、パパが？なんでさっき切ったの？怒ってんの？お前。なんでよ。いい、ちょっと待って、これ、マジで、ちょっと待って、俺、音消すから。消すから。うん。じゃあ、配信やめます。配信を切って、俺は、あの人と話をしたいと思います。配信中がダメなのかいいのかが意味が分かんない。マジで、いや俺もう寝てたとか言って、まあもういいよ、めんどくせえから。うん、ババア、クソババア、舌打ちされてた。うん、今回はさすがにあかんで。うん、いいよ。じゃあ今回は俺絶好調でゲリゲちゃんメインで行こうかな。うん、ゲリゲゲリゲゲリゲほいほい、どうよ、ゲリゲちゃんに変えてみよう。いや、ゲリゲの電話もダメだ。ゲリゲは寝てるんだよ、もう。ゲリゲ、ゲリゲ、ゲリゲ。正義、つまらん。はい、ブロックでーす。ゲリゲが、聞こえながらね、さよなら。まあ、とりあえず、ゲリゲが昔に6年仲良くしてたわけだから、おめえらがグズグズな、あった？バカがよ。そういう時代。傍若？傍若もう一回かけたって多分もう出ねえよ。ああ、配信中？じゃあ配信切るよ、これ。切るよ。切ってから。